よいたろニュースチャンネルです。視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし聞いていただけましたらグッドボタンでしくはチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんですね、天空の城ラピュタというアニメご存知でしょうか。まあ、ジブリ作品の代表作の一つで、まあ、知らない方は少なくないとは思うんですが、それに関する記事が、ね、2つ出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず最初の記事はこちら、 J タウンネットからですね、ラピュタはここにあったのか、猿ヶ島にある北沢浮遊選考場跡の雰囲気が最高すぎる、こんな感じで出ています。あ、これですね、写真、この確かにこう緑に覆われた、まあ、あの廃墟なんですけど、それがこう感じいい感じでこう草木ですか、草でこうツタですかね、覆われた感じがいい感じの雰囲気を醸し出しています。はい、では記事を読んでいきます。新潟県佐渡市に天空の城ラピュタを連想されると今ツイッターで話題になっている場所がある。佐渡のラピュタと噂される、北沢浮遊選考場だ。鉱石を処理、まあ、選考し金や銀を取り出すための施設だった。ツイッターにはこんな声がされている。すごいぞ、ラピュタは本当にあったんだ、すごい素敵すぎる、ラピュタはどこも廃墟、廃墟だからラピュタに見えるのか、みんなラピュタ大好きなんだなんやろうね、まあ、こんな感じですね。はい、傑作ぞろいのジブリ作品でもひときわ人気が高いと言われている天空の城ラピュタ。かつて天空が支配していたとされる巨大な帝国の廃墟が物語の重要な背景となっている、こんな感じですね。はい、でまるでラピュタのような場所、北沢浮遊選考場は一体どんなところなのか、ジタウネット記者は佐渡市役所に取材した、まあ、こんな感じです。まあ、こういう感じで、それをこういう写真ですとか記事などがこう出ています。まあ、こんな感じですね。あのこんな感じですね。まあ、一応あの廃墟の中にです、ね、立ち入っちゃいけない場所もあるんですけど、こちらこう観光地という形でこう、まあ、公開されているということで、あの立ち入りが可能なので、まあ、こういった写真なども撮れることができるようになっています。こんな感じですね。はい、ですこちらのマークがサイトいくつかあったんですが、こちらですね、新潟観光ナビというからこんな感じで、まあ、写真が出ています。まあ、ですから季節によってこう緑が青々とした緑がこうなる時期もあれば、逆にまあこういった感じで若干こう枯れた感じのこういう時期もあるのかなというふうに感じますね。こういう感じですね。まあ、こういう感じになっています。はい、では続きましてもう一つの記事ですね、こちら、はい、徳島新聞からです。ラピュタのよう廃校に取り残された苔の生えた椅子が話題、廃墟不安増加を実感というですね、記事でいます。廃校に取り残されたデスクチェアの写真が美しいとツイッターで話題に。写真は座面に緑鮮やかな苔を生やすデスクチェアが朽ちた建物の中で佇む姿を収めている。あまりに神秘的な一枚に、絵画とか思えるくらい美しいですね、作者は地球ですね、ラピュタのようと驚嘆の声も多く寄せられた。投稿主のトシーボさんは、さまざまな廃墟写真を SNS で発信する写真家で、カール廃墟店などの展示会にも出展している。廃墟写真を撮るときっかけになったきっかけや廃墟の魅力について、トシーボさんに話を聞いた。まあ、こんな感じです。まあ、こういう感じです。まあ、そうか、こんな感じでインタビューが続いています。こんな感じですね。まあ、こういう感じになっていますね。まあ、記事を読んでほしいなと思います。ちょっとこちら写真を大きくしていますと、こういう感じですね。ですから、まあ、まあ、単純にこう椅子が古くなっていればこう苔が入るわけじゃなくて、まあ、光の当たり具合ですとか、まあ、湿度ですとか、まあ、そういったのが重要になってくると思うんですが、それがこううまくこう作用するとこういう感じで、まあ、椅子のこう座面ですとか付けなんかにこういう感じです。まあ、苔蒸した感じで、まあ、これがラピュタの廃墟を思わせる、まあ、そういう地域に思わせるなという感じになるんだと思います。はい、まあ、繰り返してますから、その廃墟ですね、中にはこうちゃんと管理されてないとはいえですね、私有地とかそういう場所もありますので、そういったところに注意しながら、まあ、訪れてみては、こういう感じですね。北側線場などはこういう観光地になってますね。立ち入りが大丈夫なんですけど、まあ、そういったところ安全に注意をして訪れてみてはいかがかなというふうに思います。はい、では今回紹介したこの2つの記事と、こちらの観光サイトですね、概要欄にリンクがあっておりますので、興味のある方はクリックして、記事を読んでいただいて、もしよろしかったらこの北沢浮遊選考場ですね、など訪れてみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で調査などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。